車両本体価格、新車で買う価格から18万円ちょっとね、高いんですよ。まあ、実際はどうだろう、まあ、こんな感じで、実際定価と売ってる価格っていうのがこんだけの差があります。でそれを今すごく悩んでて、買うか買うまいか。今私が横浜市にいるんですが、川口の鳩屋さんまでは約1時間ぐらいで行けるっていうふうに Google マップで出てます。1時間後に買って、まあ、納車整備をして、まあ、夕方前にはこっち戻ってこれる計算なんですけど、そうすると多分ギリギリ役所の方も間に合ってナンバーの方も発見されるかなっていうふうに思ってます。先ほどからまあ、ずっと悩んではいるんですけども、ついに埼玉県の川口市にある鳩屋っていうバイク屋さんの方でですね、プレネがついてるんですけども、まだちょっと悩んでるんですけども、埼玉の方に今向かってます。トランスポーターの方はメルセデスベンツのスプリンター。先日の動画をご覧いただいた方だと分かるんですけども、一応荷室の方にはしま板を全面貼りました。その車両で今向かってます。で、運転は助手の小山くんです。で、この小山くん左ハンドル全く慣れてなくて、ちなみにここね、大橋ジャンクション今大橋ジャンクションのところを、まあ、右に入ってで埼玉の方に向かって行っております。あ、そうそう、 GoPro ヒーロー11でですね、こうトンネルの中どういう風に映るのかなっていうのも見ときたいですけども、今ね、モニターで見る限りでは綺麗に映ってますね。このような音は、まあ、何しろ川口の鳩屋さん、鳩屋の方に向かっていきます。それでは。はい、で到着しました。到着してから5分で決定です。金額は62万8000円、これに諸費用がかかります。まあしょうがない、ないものはプレネがつくのも当然ということです。さて、買い込んでトランポの中に積み込みました。皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、トイボックスリョウです。さあ、ということでですね、タイトルっていうかサムネでも書いています通り、ホンダの DAX125、 これを、まあ、川口のバイク屋さんまで、今買いに行ってまいりました。ベンツのトランスポーター、スプリンターでね、取りに行ったわけなんですけども、しま板を引いてね、一番最初に乗せるバイクがダックスになるとは想像してませんでした。まあ何しろこのダックス、色もねちょうどこれ同じような色で、
可愛らしい。フルノーマルなんで、これをベースにまたいじくっていこうかなっていうふうに思っております。今日はね、思い立ってっていうか、まあ随分前からどうしようかって迷ってたんですけども、プレネで買ってしまいました。予約してる方の車両が来たら、まあそれは手放してしまうのか、もしくはこれをカスタムして1台はそのままノーマルで置いとくのか、まあそれはちょっとわからないですけども、何しろこれはね、おいおいカスタムしてまいりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をしていただいてですね、まあ、このダックスがどういうふうに変わっていくのかっていうのを引き続きご覧いただければなっていうふうに思っております。今日は何しろホンダダックス125を買いに行ったということで、動画の方は終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。